今日はね、少し曇り空で、路面はウェットな感じでございます。さっきねちょっと軽く雨は降っておりました。いや安全運転でね、峠の方運転してみようと思います。今は3速ですごい軽い。やっぱこれ 1.5 リッターの、ターボエンジンということで、最高出力がね、182馬力で、6速マニュアルの方は、トルクが 240Nm ということで、やっぱ坂道ねスイスイ走りますね、この車格で。今軽くね、雨踏みで今3速で走っております。まあ、今日はねちょっと峠で攻めたいところもあるんですが、気持ちよく、ワインディングの方をしてみたいなと思っています。あえてねちょっと今、2速まで、シフトダウンして、少し踏み込んでみようと思います。まあ、50キロまでね踏んでみようと思います。うわあもうすぐ50キロ。結構ね、もうここ、今、ジャブっとね、小さな川みたいな水が結構あったんですけど、これね、制御されてます、アジャイルハイドリングシステムということで、ハンドルを軽く切ったときに、カーブがね、すごい曲がりやすく制御されてるんですね。まあ、その辺ちょっとホンダの技術、やっぱり走りのホンダということで、安心安全に運転ができるということですね。まあ、それでもね基本、機械任せというわけではなく、人の手でねやはり安全運転を心がけた方がいいとは思いますね。どうしてもねこういうスポーツタイプってね飛ばしたくなりますよね、こう峠道ね。それでもねやっぱ自分の身も守るのもそうなんですが、この相手のね、事故して相手を巻き込むというのもね大変なんでね、その辺皆さん気をつけてくださいね。今これほぼ3速です。ちょっと2速にね落としますね。今25キロぐらいです。ゆっくり走っております。ちょっとね渋滞ですね。まあ、シビックということで、まあ、こちらの前輪駆動になります。 FF ですね。で、シビックタイプ R と、もう同じボディを、持ったこの、シビック8バックなんですけども、このニュルで鍛えられた、もうこれね完全にすごいねやっぱボディ合成といいますか、鍛えられたボディがベースとなったこの車なんですよね。なので今こうカーブね右左に、カーブの多い峠を今走っておるんですが、すごいね安定してるんですよね。幅が広いっていうのもあるんでしょうかね。横揺れがね横地がねそんなにかからないっていうかね、これ不思議ですよね。なんか安心して運転ができるんですよね。このマニュアル操作がねやっぱりこの低速でもね面白いんですよね。オートマと違って結構ねやること多いんでね、車を操ってるなという感覚がします。まあ、オートマもねすごいいいんですよ。パドルシフトとかついててね操る操作感っていうのは非常にあるんですけども、やはりこのマニュアルっていうのはその辺をさらに上回って、このクラッチペダルの操作もありますよね。なので、本当にねやっぱこの車を自分の意のままに操っているというね感じがすごいひしひしとしますね。今ちなみに30キロでございます。ちょっと踏み込むとねやはりターボがかかってすごい加速しますね。坂道でもね G を感じます。気持ちがいいですよねやっぱね山道ってね。まあ、あいにくの今日は雨なんですけど、本当にこの車にねなんかこのシビックに乗ってるとすごい安全だなという感じがするんですよね。不思議ですよね。少々のねカーブではこうスリップしないなという感じがしますね。あ、この車がありがとうございます。ちょっと今
させていただきました。速度にね、わざと避けてくれましたね。その辺もね、マナーですよね。奈良のね、下道を軽くワインディングしております。街中ではね、やはりこの4速までですね。高速に乗るとね、5速、6速と入れる、タイミングがあったんですけども、やはりまあ街中で軽く流すには、まあ、4速で、まあ、ゆっくり、これでもやっぱトルクはね結構あるんで、低速でもね、4速でも十分ね、走るんですよね。で、運転していてね、両サイドがね結構フェンダーが盛り上がってるんですよね。なのでこの大きいボディなんですけど、車幅感覚っていうのはすごい見やすいなと感じております。で、バックミラーでね、後ろを確認するときに、やはりリアウィングですかね、あそこの部分がちょっと、視界の方に入ってきますね。なんか2段組になってるような感じですね、ガラス窓が。踏めば走る。やべえな今の加速。おお引っ張られる。すごい、やっぱね、こう前にグッとね引っ張られる感じありますね。いや、私フィットハイブリッド乗ってるんですけどね、やっぱここまでの加速はね味わえないですよね。ちょっとマフラー音聞いてみましょうか。シビックタイプ R に比べて、マフラー音っていうのは静かめですよね。まあ、かといってね、音が静かなわけではないんですよね。心地よいサウンドは室内に入ってくるんですよね。不思議です。まもなく右方向です。で、結構ねこのナビシステムそれがね逐一ね、ホンダのナビって進化しますね。メーターのね、センターに矢印が出て、ナビとね連動してるんですね。結構大きい矢印で案内してくれるんで、すごいやっぱこれ見やすくていいですね。いや、それ運転してて思いました。いやー、でもこのマニュアル車ってね、やっぱ運転する楽しさっていうのがありますよね。まあ、でもこれ今運転して1時間ぐらい経つんですけども、結構ね、最初はね面白くて、2速3速で引っ張って引っ張り気味でね運転してたんですけど、だんだん運転がね慣れてくるとね、この4速5速ぐらいでね、この低速域でもね、なんかゆっくりねゆったり気を抜いて走るという感じになってきましたね。今からこれ燃費を稼ぐぞモードになってますね、私ね。あ、そうそう、これイコンモードね。イコンモードでちょっと今からゆったり走りますね。結構乗り心地もいいですよ。私がね乗ってるフィットはね、跳ね上がるような感じがするんですよね。あれホイールベースが短いっていうのもあるんですかね。まあ C セグメントですよねぐらいの、車に乗り換えると、やっぱりすごいやっぱ上質感があるというか、ゆったり乗れるんだなという感じがしますね。では、ちょっと高速道路で、加速の方をしてみようと思います。やはりねターボということで、先ほどの合流のようなところはもうスムーズですよね。スムーズというかもう余裕があるぐらいですよね。で、これ高速道路でね、これ ACC ですね、ホンダセンシングということで、いろいろ先進的な機能がついております。前の車をね追尾したり、車線を感知してハンドルをねククッとね制御してくれたり、いろんな安全装置がついております。まあ、そういったねいろいろな先進的な機能がついてるんですが、基本操作は、自分でやると
基本にあたりますので、皆さん、基本に基づいて運転してくださいね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、シビックハッチバックを、乗ってみたいでした。じゃあね、バーイ。